突然ですが、だらっと書くと雑談チャンネルの時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは、貝殻拾いながらかな。こちら、とんでもない展開。朝倉みくる選手 vs メイウェザー選手の記者会見で、朝倉みくる選手を突き放したメイウェザー選手のボディーガード、以前やりましたが、ジジーマックといって、メイウェザー選手に拾われたので、忠誠を尽くしていると。 かつてコナー・マクレガー選手に食ってかかったこともあるようで、インスタグラムでは100万人の登録を突破するような認知度も誇っているようで、朝倉未来選手は今回のことでブレイキングダウンに呼んで、ボコボコにしてやろうかなとツイートしておりましたね。そんなジジー・マックにアベマがインタビューしておりまして、動画が上がっております。まずなぜ朝倉未来選手を突き飛ばしたのかを聞いてみると、俺はフロイドのボディーガードをずっとやっている。 フロイドのことはよくわかっているし、彼はあらゆることにおいて敬意を持って行動する男。俺は朝倉に誰を相手にするのか、わからせておく必要があった。あいつは一線を越えてフロイドに近づきすぎた。ブレイナー行為だ。朝倉に思い知らせる必要があった。日本のファイターは弱く、礼儀知らずだ。だから思い知らせてやったまでさ、と。そして他に日本で知っている選手はと聞いてみると。 日本には、あるファイターがいて、いや、ファイターじゃなくて、ピエロと呼ぶべきか。フロイドのお面をかぶり、リングに上がるふざけた奴がいると聞いた、と。これは、コージ選手が過去、ライジン22の時にリングに上がり、ナスカー天心選手に対戦要求した際のパフォーマンスになりますね。続けて、ジジイマックは、それはフロイドに対する侮辱。本当なら許せない。俺たちのチームからすると、そういう振る舞いは我慢がならない。 彼も朝倉同様敬意を払えと言いたい。それからそいつはボクシングもできると聞いた。そいつも大会に出る気があるなら俺も出てどちらが強いかやってみたいね。いい機会だし戦って真の勝者を決めようじゃないかと。動画はここでパッと終わってまして、まさかの康二選手に対戦要求。しかしながらそれが本当ならとか、ボクシングもできる。 と、聞いたとか、明らかに第三者に吹き込まれていて、顔もなんか自分から進んでいってるって顔つきじゃないように見えましたね。目も全然輝いてなかったように見えました。はい。これで周囲の反応を見て良さそうならやってみようかって感じなんですかね。ああ、でももうそんな時間もないか。無理やり言わされて作ったカードとか見させられるのは正直きついですね。しかも、コウジ選手がまだ一戦しかしてないボクシングで。今まではコウジ選手が一人とは言いませんが、 記者会見で煽おったりとか、パフォーマンスしておりましたが、今ではブレイキングダウンで、場の規模は違うとはいえ、派手にやっていて、確かに職笑気味になってる人も多いと思いますので、青木真也選手が少し前に言っていた、これからはもうそろそろ本当に強い人間同士がしのぎを削るというのが見てみたいですね。そういう時代が来るとおっしゃっておりましたので、多分こっちが来たらあっちというように、まあ、繰り返されるものではあるんでしょうけど。 そして、ライジンもこの件について、このようなツイートをしておりまして。ミクルを突き飛ばした男が工事に対戦表明。メイユーザーのボディーガードを14年務める、ジジが不敵に笑うと、結構ノリノリに見えまして。しかしながら、アベマも今回から噛んでおりますので、演出方法が変わったのかもしれないなとも思いますし、しかしながら、ジジマックとかいきなり急に言われてもよくわかんないし、乗れませんよね。 しかも80キロとか90キロぐらいありそうな気もしてましたし、これだったらもうヒロキング選手との2でいいんじゃないでしょうか。<laughs> でもボクシングのライセンス持ってるんで他団体のリング上がれないのか。それだったら最悪コウジ選手のバックダンサーにヒロキング選手入場でつけてほしいところですね。せいせい言いながらあのヒロキングダンスで、まあ。とにかく私の中でハッシュタグそろそろガチ見せろという気持ちではあります。 続きましてこちらは鈴木千尋選手。珍しく怒りを前面に押し出した。ライジンハワイ会見を終えて色々ムカついていますというタイトルの動画を出してくれております。まずハワイ会見は3日4日前に来れると連絡が来たようでパスポートとかギリギリ間に合ったと。そして、萩原選手って過去の発言とか見てるともっとかっこいい感じかとも思っていたが全然ダサかった。ママ活やってんじゃないのとか。 触れるのはいいが、わざわざ日本最高峰の舞台でハワイまで行って会見するのになんか小学生みたいな喧嘩じゃん。そんなんやって誰が燃えんのキックボクシングのチャンピオンだけど俺のパンチの方が強いんだからぶっ飛ばしてやるよとかの方が盛り上がったと思う。こんな感じで言ってくれたらこっちも上等だよとなるからそっちの方が格闘技的に盛り上がったんじゃないのかな。バッドニュースを捉えてネチネチ言うのはダサい。 格闘技の本質捉えてないよ。と。しかしながら格闘技の記者会見でこの問題に触れてくるんだと動揺してしまったところはある。こいつマジで触れてくるんだ。と言うと YouTube のメンバーの方が。でも火のないところに煙は立たないって言うしね。と言うと鈴木千尋選手。立つよ。上等だよ。呆れてたというか、まあくだらない。SNS でわざわざ批判的なコメントを書く人はマジで頭がおかしいと思う。こいつ行かれてるよ。 とか書いて最後のツイートするボタンを俺だったら押せないというもうメンバーの友達が良くてですねまあそれも言い訳だよねと突っ込んで和気あいあい無動でした <laughs> そして鈴木千尋選手まだ行きまして俺がいくら事実無根と言っても逆に怪しい嘘ついていると言ってくる人たちがいて困るとしかし痛くも痒くもないのでどっちでもいいので好きにしてください 俺の周りの大事な人がそう言ってるわけではなく、周りの人は信じてくれているので、俺は試合に集中するだけです、と。そして鈴木千尋選手の当時の釈明動画で概要欄に、私の浅はかな行動でというような一文が書いてあったことで、本当は実はもっと何かあったんじゃないかと疑ってくる人たちもまだいたが、それは記事になってしまったことについて、その時点で浅はかな行動という意味で、その先があってのことではないです、と。 そして、度が過ぎてる人たちもいるとおっしゃっておりまして、そうなんですよね。笑って済ませられるぐらいだったらいいんですが、マジで一生粘着してくる人とかもいて、そういう人たちに当事者になると参っちゃうんですよね。そして、なんと、さらりとそういう人たちに対しては弁護士入れて訴えていると言ってました。 これ結構何気なく伝えたかったメッセージなんじゃないかなというふうに思いますがなので先ほどのどうぞ好きに行ってくださいには限度があるようで免罪符を与えたわけではないようですがでもこの動画を撮っておかれてでも好きに行っていいって言ってるじゃないですかってなった時に弁護士とかまあ裁判所とかの判決っていうのはどういうふうに下るんでしょうねそして平本蓮選手の通訳芸については全く視界に入ってきていなかったと そして、アベマでは、ちょっと記者会見では、言い足りなかった、その先を取ったと言っておりましたので、近日公開予定っぽいです。そして、ハワイのトライアウト編の動画、鈴木千尋選手の方からも出してくれるそうで、あの時、鈴木千尋選手、スパーしておりましたが、あれは榊原社長から、鈴木くん、試合できると言われてのことだったそうです。社長命令だったと。 しかし、その動画を見ても、俺の対策とかはどうせ取れないと思うので、ぜひ見てみてくださいと、自信満々、のぞかせておりましたが、でも、あの部分については配信しないのに、越したことはなかったんじゃないのかなというふうに思います。 そして、鈴木千尋選手はハワイに一人で行っておりましたが、それは、年出するお金がなかったから、ただ、YouTube のメンバーなどを連れて行けなかっただけだそうです。そして、メイウェザー選手からは、自分のお父さんと同じ南米人特有の匂いがしたそうです。強めの香水を嗅いで懐かしいと思った、と。で、メイウェザー選手、めっちゃお金あるって言うと、友達に、じゃあママ活じゃなくて、パパ活しようと思ったわけね、といじられておりました。いい友達ですね。そして、 格闘技は勝ち負けでどっちが正しいかとかも全て全部ひっくり返る答えは9月25日に出ますよということでしたまあ正直このママ活の問題も含んでいるというニュアンスで話してたんですがここで勝ってそのことがひっくり返るかといったらそこはそうならない気もしますね相手とのことはひっくり返りますけどこの問題はまあそうじゃないところですのでただ普通の人はもう 薄れてて、私もそうですが、別にどうでもいいと思ってる人が多数だと思いますので、もう気にすることもないですし、今後ネタにできるぐらいがいいと思います。だから友達がいじってくれてたんで、そこでいいバランスで良かったんじゃないかなというふうに思いました。なので前も言いましたが、もし試合勝ったらマイクで、ミカ、愛してるよだけは、もうぜひお願いしますね。<laughs> ファイトパンツにもう勝手にもう、ポテンシャルって入れちゃっていいんじゃないですか。そしたらもう一生ついていくんで。 続きまして、こちらは、マサトさんと、なんと、ナスカ天心選手のコラボになります。これ、ナスカ天心選手が誕生日の時なので、8月18日のインスタライブで、マサトさんとコラボしてきたけど、内緒ねと言ってたやつですね。ここでアップとなりました。まず、ナスカ天心選手、ザマッチについて、試合前、いろいろと言われたりもしたが、全く気にならないタイプなので、のびのびで行きましたと。そして、試合前に涙を流していたことについては、 これはもう入場寸前にですね。これまで同じ経験が3度あり、1回目は空手時代のライバルとの決勝戦。そしてメイウェザー選手との時で、それと今回で、チームでもラストだし、父親とも最後、キックボクシング自体もこれでおしまいだし、と色々な感情が入り乱れていた。でも基本、涙もろいのはある、と。そしてナスカ天心選手も高所恐怖症だそうです。本当にファイターの方たちには多い印象があります。 入場の時クレーンで登場しましたが、事前のリハーサルではガクブルーだったらしいんですが、本番では集中していたせいか、なんともなかったようです。そして、マサトさんとタケル選手、事前に YouTube などでコラボしておりましたが、那須川天心選手、それらを見ていたようで、マサトさんのジャブが起点になる試合になるよ、などのアドバイスは、めっちゃ的確だったので、マジで言わないでほしいと思っていた、と。 しかし結果、タケル選手はジャブはあまり使わず、大きく振っていくという戦法を取ったので、ナスカー天心選手は、割とパンチ見やすかったです。結構やりやすかったですと、そして1ラウンドでタケル選手から奪ったカウンターについては、タケル選手は必ずパンチを返してくるんで、そこに合わす練習はしていましたと、あの時ナスカー天心選手、冷静に刀を鞘に収めるといった態度を取っておりましたが、実は心の中では、 よっしゃーと思っていたようです。でも必ず立ち上がってくると思ったので、集中しなければいけないと自らに言い聞かせてあのようになった、とのこと。そして2ラウンドに入り、サトさん。これは完全に天心のペースだと思った。でも3ラウンド、タケルのプレスが増してきたことについてはどう思ったのと聞くと、ナスカー天心選手。あそこはちょっと冒険心も出て、打ち合い挑もうかなとも思った。もらわない自信もあった。末ではなく、その前に。 ガードしてのブロッキングでも崩れないことを確認していたので、だったらこれで近づいても大丈夫だとは思って、試せるかなという気持ちもありました。ラウンドを重ねるといろいろ分かってくることがあり、3ラウンドは大丈夫でしたと。そして42戦、42勝ってすごいねと言ってみると、那須川天心選手は、はい、割とすごい方なのかな。まあ、運が良かったと言っておりました、はい。割とじゃなくてめちゃめちゃすごいんですけどね。 そして格闘技は大好きで嫌になったことはないが、大人の権利みたいなのはすごい嫌いで、それで嫌になりかけたことはある、と。これはよく那須川天心選手言ってますね。タケル選手との勝利後のマイクとかでも、俺、大人の権利とかよくわかんねえけどさ、楽しいじゃん。またみんなで交わってやろうよ、みたいな。タケル選手戦以外でもそういう大人の事情はこれまでにあったようです。そして試合前の予想が。 7 3でタケル選手に勝ち予想がついていたことについてはそれは客観的に見て今回の対戦を実現させたのはタケルという風潮があったので仕方ないと思っていただから当時3ヶ月ほど僕は SNS を更新せずに沈黙を貫いていたその間練習だけをひたすらやり周囲もそっちの方が謎で怖くなると思ったのでそうしましたとそして練習は世界一やっている自信があると 何気に、なんだかんだでこれですもんね、大切なのは。そして才能のある人にこれやられちゃうと、もうかなわないんですよね。で、話はボクシングに移りまして、階級はバンタム、スーパーバンタムで考えている。マサトさんが武井義樹選手の話を振ると、那須川天心選手、子供の頃4回ぐらい試合はしていて、K1 でも見ていた。しかし、あれぐらいはボクシングでもやると思っていたので、これからが楽しみ。子供の頃対決して思ったのは、 石のような拳なのに、鞭のようにしなってくると。ここは武井良樹選手も機会があれば、那須川天心選手とボクシングでやりたいと言ってましたから、本当に楽しみですね。そしてキックボクシングとボクシングでは違うので、直してやらないとダメ。まだスパーでも4ラウンドぐらいしかやっていませんと。そしてここから、那須川天心選手のチャンネルに移りまして、こちらからのは雑談の延長といった感じで、 まず、二人のファーストコンタクトは、那須川天心選手が K1 のケル選手の試合に行き、花道でハイタッチした時ありましたよね。あの時、サトさんが解説をやっていたので、那須川天心選手の肩をおもむろにポンと叩いて、君強いねと言って、さーっとそのまま歩き去って行ったということがあったそうです。サトさんが那須川天心選手を見た時に、今までにない技とかも繰り出していたので、新しい時代の幕開けだなと思った。 ナスカ天心選手は6歳からリングに立っていたと、ムエタイの子供とかもでも4歳、5歳からそのように戦っているとのこと、そしてタケル選手と那須川天心選手の試合、試合した方がいいよと、一番最初から言っていたのがマサトさんらしくて、当時はそれは触れちゃいかんといった感じで、発言するたび、シーンとなっていました。 そして先ほども話題に出たたける選手との試合でキーポイントとなったジャブについて、ナスカー天心選手、ジャブは相当練習をした。最初ボクシングジムに行った時に、有名な葛西トレーナーがついてくれて、でもお前にはジャブしか教えないと言われて、1ヶ月右の手しかやらせてもらえず、ずっとやっていたっていうと、マサトさんも、俺も最初に入ったヨネクラジムで、最初の1ヶ月ジャブだけで、次の1ヶ月がワンツーだけで、 サンドバックに行くまで半年かかったと。那須川天心選手は、僕は次の次、ストレートで、サンドバック行くまで2、3ヶ月かかりましたと言っていて、これ、井上尚弥選手も、こちらは多分自主的だと思うんですが、過去、ジャブが完成するまで次のステップに進まず、打ち続けていたというエピソードもありますので、やっぱり悪い癖がついてしまうと、後戻って直すのも大変なので、基本をとことん叩き込んで次に進むというのが良さそうですね。 しかし、まさとさん。本当はそれがいいが、それをやるとみんなジムやめちゃうよね。つまんないから。チャンピオン目指してる人ならいいけどさ。これ、全体的にやりながら上達した方がいいというジャンルもきっとあると思うんで、全部にスライドさせていいというわけではどうやらないと思います。スポーツに関してはこれが正解なんだと思いますが。そして今、てっぺんジム、ザマッチ効果で子供が入りきらないぐらい人が殺到しているそうです。 嬉しいい悲鳴というやつですね那須川天心選手は K1 が終わる瞬間を当時リアルタイムで見ていて次は俺だと根拠がないながらずっと思っていたようですといったところで終了でちゃんと話すのはこの2人初めてのことだそうです貴重でした以上になります続きましてこちらはもうめちゃくちゃやと明日行われる UFC279 の前日記者会見が行われましたが そこでこのようなことが。まずその記者会見自体30分遅れでスタート。しかしながらみんなの安全のためと言い残し、わずか5分でダナ・ホワイト代表終了。監修はブーイング。それを受けて、今、今までで一回も起きたことないことが起きている。俺を信じてくれ。中断するのが正しい判断だし、みんなの安全のためなんだ。クレイジーだと思うかもしれないけど、こういうことは これで最後にする。保証する。と、意味深なことを語り退場。何があったんだと気になりますよね。これ実は裏で、今回、カムザット・チマエフ選手、VS ネイト・ディアス選手、ダニエル・ロドリゲス選手、VS ケビン・ホランド選手の対戦が決まっていたんですが、同じウェルター級ですね。しかし、前々から SNS で喧嘩をしていたカムザット・チマエフ選手と、ホランド選手がバックステージで、チマエフ選手がホランド選手に近づき、 周囲は引き離そうとするも、何度か押し合いになり、結果、リー・ジンリアン選手らによって、チマエフ選手は引き剥がされたそうなんですが、それが他の選手らにも飛び火し、大騒乱に発展してしまったようで。ネイト・ディアス選手のチームも、チマエフ選手のチームに、水筒を投げたりしていたようで、複数のことが同時に起きてしまったと、後にダナ・ホワイト代表が説明、100人以上が入り乱れてのことだったようです。 ただ、怪我人は出なかったようで、今後より多くのセキュリティを配置し、そして誰も処分にかけないことも発表したようです。因縁のあるファイターたちが手が届くぐらい近い距離に入れる環境がまずかったようですね。そして受けるのがチマエフ選手ら体重オーバーもしておりまして、これを受けて対戦カードが急遽シャッフルされました。まずメインイベントがネイト・ディアス選手 VS チマエフ選手から、 ネイト・ディアス選手 VS セミで出場するはずだったトニー・ファーガソン選手に変更セミメインはカムザット・チマイフ選手 VS ここでケビン・ホランド選手キャッチウェイトで早くも因縁の対決が実現そしてさらにトニー・ファーガ選手とやるはずだったリー・ジャンリン選手 VS ダニエル・ロドリゲス選手こちらもキャッチウェイトとなりました <laughs> はいとこのようにかなり大味 宇宙人とかがプロモーターやってて人間の顔とかあんまよく判別できなくてもうこんな感じで A 野郎的な入り乱れた対戦カードと結果なりましたでもネイト・ディアス選手この急遽の対戦相手の変更が UFC 最後の一戦となってしまうんでしょうねきっとねでもどのカードも逆に盛り上がりそうな気もしますが続きましてはこちら雄志選手のインスタライブの模様になります3、4日ぐらい前だったっけかな まず黒髪にして、こっちの方が目立たないのでいい。シルバー金髪だと目立ちすぎて疲れちゃう。でも試合が決まったらまたするかも。それと今月から地上波のドラマの撮影が始まるそうです。細かい話はまだできない。主役とかではない。自信をつける方法は、あれだけ頑張ったという努力が他人と比べて多ければ多いほど、俺かっこいいでしょと思えるところから繋がる。最近全然遊びに行っていない。 そろそろかっこいいサイケを爆踊りしたい。ライジンの次の試合決まってない。9月25日出たかったが出れない。風間徹は知らない。ホストの店のトップやってた観点から、やりたいことができて辞めるのはいいが、店に迷惑がかからない辞め方をしてほしい。今一番会いたい人はキムタク。トレーニングは週5。できるときは2ブレンやっている。好きな女性芸能人は長野めいちゃん。 綺麗系より癒し系が好き。そしてこのインスタライブ、浜崎彩川選手見てるみたいでした。歯をホワイトニングしてない人は清潔感に欠ける。ホワイトニングは少々しみるが、それぐらい我慢しようよ。歯並び悪い人もったいない。自分に手抜きな人はあんまり好きじゃない。三浦浩太選手に、現在では勝てる自信は、まあ以前よりはある。クレベル小池選手とやる予定は絶対にない。体重が減らない、筋肉がつかないのは、ただの努力不足。 やることをやればいい体になる。大会とか撮影とか目標を立てるといいよ。と。いつまで経ってもお金を使わずに女性にモテる男がかっこいいと思っている。そして内緒だが、実はある企業のイメージモデルをやることとなった。と。そこの T シャツを着ておりまして、これ、えーって感じのものでした。社長、そう来たかっていう、みんな知ってます。これは結構話題になりそうです。こんないろいろお仕事来るなら、 美を追求するのも悪くないかもと思いましたちなみにそのイメージキャラの企業本当だったら中村大輔選手とかがぴったりかな社長センスあるへえ <laughs> そして今まで付き合ってきたのは7人ぐらい昔のキムタクは顔とかもめちゃめちゃかっこいい というところで終了しました。よくわかりませんが、本日もメンズ TBC といった感じでしたね。はい、すいません。結構いい加減ですかそしてそのメンズ TBC こと、ユーシー選手と前線で戦ったハルキー選手、ライジンの解説などでもおなじみ、剣道小林さんと、千原ジュニアさんでやっているテレビ番組、二決の中で剣道小林さんがその時の戦いの会場での話をしておりまして、MMA を始めたのが一年早い、ユーシー選手の一方的な展開だったと。 そしてその時会場にいる自分と同じぐらいの年齢の女性が試合が始まる前から目を真っ赤に腫らして泣いていて試合中も春樹選手への攻撃をやめてあげてとか止めてとか大声で叫んでいたそんな人がいましたよとでこれが2分ぐらいの動画として切り取られていてツイッターに回ってたんですがなんとそれを春樹選手本人が引用リツイートしましてそれは 僕のおおかんですと投稿ししておりました続きましてこちらは金曜日の夜といえば皆さんお待ちかね堀江義則選手のインスタライブのお時間やってまいりましたインカラオケ屋現在体重は 756kg 次試合は決まってない状態でこんなに痩せていることはあんまりない格闘家の覚悟ってやつかな知らんけど最高で8 6キロにまでなったことがある酒頼んだがまだ来ない早く持ってこい まだ今晩。雷神38の前夜祭の依頼が来ている。楽しみにしててね。いつも一人なので、たまには人と飲むのもいいと思って OK した。そしてビールがジョッキで二つ行きまして、それを顔の前で合わせて、一旦顔を隠し、いないいないバーっと、そこから顔を覗かせておりました。つまりお酒が来てテンション爆上がりってこと。しかし昔は一杯で次の日必ずと言っていいほど吐いていたようです。けれどもけれども けれどもけれどもと押しまして、そこでまた、いないいないばーをしておりました。だから、つまり、テンション爆上がりってことです。拳はもうそろそろ完治歌うと視聴者数減るが、見たい奴だけ見れ。減りたい奴は減れ。見たくもないもんは、去っていけ、この野郎。と。そして、俺の周りには、女の子おらん。去って生きよる。会わんのかもね。誰も信用できん、マジで。 人間不信になってきている。好きな人でさえも、断って一人で飲みに行くぐらいが一人が好き。ああ、これは、男の話ね。兄貴とかに誘われてもっていう話。ただ、香坂さんに誘われたら、断らんと言って、頭を何度も下げて、あの人は本当に尊敬してる。命の恩人とおっしゃっておりました。こういう姿勢、美しいと思いましたね。そして、この直後、コメント何か見たようで、顔ば出しちゃないつが、 ゴゴタゴタ言うなザコがと言っておりました。はい。ほんとこれ、癖になりますね。そして、小さい時は、ビービー泣きべそで叩かれて育ったという気になることも言っておりました。今は住んでる家の目の前に建物が建ち、日当たりと電波が悪くなった。コロナになって時代が薄っぺらくなった。で、ラスト、怪我が治れば、俺から雷神に連絡入れてやるから、それまで待っとけ。いろいろこっちにはあるんですよ。待っとけ。 バーカとおっしゃっておりました。はい。以上になります。続きまして、こちらは驚きのニュース。昨日の14時15分頃ろ、菅茂駅近くの白山通りでバイクが燃えているとの目撃情報が相次ぎまして、動画も SNS に投稿されていまして、見てみますと、それはもうボーボー燃えておりまして、火だるま状態。2台のバイクが燃えていて、どうやら自然発火のようで、しかしこのうちの1台が、ジンにも出場していたあるファイターのもので、それは、 エバタムツキー選手と好勝負を繰り広げた、良いに星と書く、ライズを主戦場にするラスター選手のもので、ラスター選手はツイッターで、これ、俺のバイクやねん、と投稿。焼け残ったバイクの写真を見ると、本当にもう骨格しか残っていないといったもので、ドラクエで言うと、スカルゴンといった感じですね。骨だけの鳥がいるんですが、その炎の激しさがうかがえるものでした。 こういう時は身代わりになってくれたとか思ってもう前向きに考えるしかないですね。怪我等もなかったようなので、良いに星と書くラスタ選手、これは何星だったのでしょうか。そして昨日は10月15日のライズの対戦カード発表がありまして、タイガ選手 VS アマチュア6階級チャンピオンの奥平翔平選手が決定しましたが、タイガ選手は兄の廣谷選手のトライハードジムから、 チームドラゴンに一旦移籍しましたが、今回からまた再びトライハードジムに戻るようです。約1年間お世話になったチームドラゴンを辞めて、またトライハードでやっていくことになりました。前田検索会長、選手の皆さんに感謝していますし、教えてもらったことを大事にして頑張っていきます。今回の相手は昨日の夜に決まって受けるべきかどうか考えましたが、ここはしっかり格の違いを見せて、自分の相手はここじゃないところを見せたいとしまして、さらに、 なぜトライハードジム復帰したんですかにはいろいろあるんですが悪い意味ではなくここでは控えさせていただきますとはい不明のままなんですがこの間期待の竜星選手トライハードジム大会してフリーになったのかなまあ一旦フリーかその後お世話になってるトレーナーが発足するジムに移籍するという流れでしたがそれがもしかしたら関係しているのかもしれませんねそしてタイガ選手10月15日にライズで試合が決まりました 久しぶりに60キロでやります。応援よろしくお願いします。とツイートした後、さらに、今、いろんな団体があって、ベルトもいっぱいあるから、トロフィーと変わらないなって思ってた。もちろん一番にはなりたい。それに近づけるなら取りに行くとツイートしたところ、一般の方がそれに対して、ベルトを取りに行くじゃあどこに向かう頭まで弱くなったかやめればと、このような投稿を引用リツイートしまして、 お前ら目の前で言ったらひったたいてやるからネットだけにしとけよ。笑いと返しております。これはなかなかいい返しなんじゃないでしょうか。ワンクッション置いてますのでね。そして他には先日、マンドコロジン選手を倒したばかりのこちらはアマー28巻、ただいま11連勝中の花岡龍選手と現在ランキング12位の翼選手の試合も決まりました。花岡選手は現在2位でそれより上にいる風根選手と 大崎和樹選手に対戦要求しておりましたがここは一戦挟むようですねそしてディープで伊藤有希選手が終わりのウォーズマンと呼ばれておりますが私的にはこちらライズのウォーズマンこと史郎選手 vs チャンピオン大崎和樹選手の弟大崎浩樹選手前回いい勝ち方をしましたねの対戦も決まりましたこちらも熱いですねそして私が応援しているライズライト級チャンピオン 直樹選手がこの間中野良太選手に圧勝したチャド・コリンズ選手と対戦決まりましたチャド選手はこの間の試合後ライズでこれからもやっていきたいとその旨語っておりましてそこに直樹選手が手を挙げた形のようですチャド・コリンズ選手めったくそう強かったですが直樹選手今2連敗中なのでここは盛り返してほしいところです直樹選手普段63キロでやっておりますが今回は64キロ契約になります そして実は大量にあったので、ちょっとずつ小出しにしている山口優馬選手のインスタグラムのストーリーへの Q&A コーナー。本日は第2部としまして、一人暮らしのメリットはいや、知らん。したことない。ホスト狂いですけど、このインスタに救われています。優馬さんもホストになってください。せっかく救ったのに、風俗まで落としてしまうからやめときます。好きな人にアタックできない。には、じゃあしなくていいです。それはそこまでの好きな人です。浮気症ですかには。 かなり一途やと思いますが来るものは拒まずですね。宝物は何ですか考えてみたけどうん全部でした。変わってるなとこの間のライズを見てからファンになったんですがもう虜です。僕の魅力は底なしですよ。山口悠馬にとって格闘技とはには自己表現ですね。一番高い買い物は何ですかこだわりかなとこのように変身してらっしゃいました。 そしてこちらもですね、まあ、見ようによってはもしかしたら大事件に見えるかもしれませんが、青木真也選手が、しらすはイワシの子供とツイートししておりました確かにそうなんですが、ちなみにですね、私にも同じ生き物で、オスがヤギで、メスが羊だと思っていた、そんな時代もありました。 そしてですね、アメリカのペンシルバニア州で他人の家庭菜園に勝手に侵入し、野菜を食いあさっていた全裸の中年男性46歳が駆けつけた警官隊に貝殻で殴りかかるというですね、これは貝殻持って殴りかかってるんで格闘技の情報かなと思ったんですが、一応もうこれ以上やらないようにしておきます。 はい。というわけで本日は以上となります。今日は特にないんですが、エンディングトーク何もないのもなんなんでということで、今思いついた話をちょっとさせていただこうかなというところで、皆さん、ケーマーだと到底知ってます地球に残るロマン枠ということで、ブラジルにある無人の島なんですが、なぜ無人の島なのかわかりますでしょうか知ってる人も結構多いと思いますし、今頃ブラジルのこれ話ですので、クレベル小池選手がピンポーンと 押してることと思いますので、じゃあどうぞ、クレベル小池選手。ヘビですね。はい、正解です。そこの島の環境がヘビの繁殖にちょうど適しまくっていて、大量繁殖して、それはもう人間が上陸できないほどに。というのがケイマーダー島で、しかもそのヘビがゴールデンランスヘッドっていう、純デッドデータアニマルみたいな、ここの島にしかいない種のくせに、ここにはめっちゃいるっていうもので、しかも毒ヘビで、 まあ、元マムシの衣装らしいんですが、で、渡り鳥とかを食べて、喜んで、普段クネクネしてるらしいです。過去には漂着した人が全滅したりと、このような話もあったようですと。はい。本当に全く関係ない話すると、どうもやっぱ収まり悪いですね。はい。しかし、今日はこれでおしまいということで、高評価、チャンネル登録、通知をポチッとオンにして、全局面でまた聞いてね。